皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。皆さん、アコギでスラム奏法してますかということで、この動画は2013年度版スラム奏法の魅力と題しまして、近頃僕がやっているスラム奏法 のアレンジネタだったりとか、なんか応用の仕方だったりとか、フレーズだったりとか、そういったものをですね、ご紹介させていただきたいなと思います。スラム奏法をご存じない方のためにちょっとご紹介させていただきますと、スラム奏法とはこの叩きながらいろいろ弦を弾いていったりとかするようなテクニックです。ちょっとやってみますと。みたいな感じの、なんかこうパーカッシブな雰囲気のする奏法でございます。で、このスラム奏法を始めたのは、僕が始めたのは3年くらい前、2年半ちょいかな、くらい前なんですけれども、その時にも何本かこの動画をアップしておりまして、で、その時はどっちかというと目的としてはあれなんですよ。そのスラム奏法ってすごい情報量が少ないんで、知ってる人がいたら教えてほしいなと、どっちかというと情報を集めるための動画だったんですけれども、教えてくれる人は一人もいらっしゃらず、結局僕はひたすらスラム奏法を練習して、どっちかというと発信する側になってしまい、できるからにはもうスラム奏法をこれはもう広めるっきゃねえと、スラム奏法を単純にすごく楽しんで、いろんな人にもですね、チャレンジしてみてほしいなという感じで、布教活動をやっております。滝沢ギター検定にもね、スラム奏法部門を取り入れたりとかして。そんな感じで布教活動をしているんですけれども、この動画もその布教活動の一環でございます。今の演奏をちらっと見て、うわ、スラム奏法見たことないけど、なんかすげえ面白そうじゃんみたいなふうに思ってくれた方をですね、ぜひ一緒に練習して習得をしていただければなと思います。でも今回の動画は結構応用編ですので、内容としては難しい方に入ると思います。なので本当にね、今からちょっとやってみようかなという方は、僕が以前アップした初めてのスラム奏法という動画をですね、まずご覧になった方が良いかなと思います。そちらで基本をマスターした上で、この動画で応用を学ぶと、そんな感じが良いかなと思います。今、もうすでに基本的なテクニックは全部身につけたよという方はですね、アレンジのネタの一つとして、いろいろストックしていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。ではでは、前向きが長くなりましたけれども、行ってみましょうか。まずですね、このスラム奏法というのは、その全部の弦をこう弾きながらやっていくような奏法なので、左手のミュートがとても大事になってくるんですよ。このミュートのテクニックに全てがかかっていると言っても過言じゃないぐらいに。でも、上手くなると単音で演奏することも可能になってくるんですよね。どういうことかというと、ちょっとやってみると、例えばキスのデトロイト・ロック・シティという曲とか、やってみますと。こんな感じで、ミュートをうまく使えば、普通に単音っぽく鳴らすこともできると。でも、ここの問題点としては、音程があるパートは1個だけだと、1本だけだと、単音だと、やっぱちょっとこう寂しくなるというか、ちょっと音は、ね、全体的に薄っぺらくなってきてしまうんですよね。で、それを解決するために、複数のパートを演奏するとか、あと、2本以上で弾き続けられるような曲を探すというのが大事になってきます。他にも、例えば、マイケル・ジャクソンの宿直、スムース・クリミナルという曲とか、いい感じです。やってみます。ワン、ツー、サン、シこんな感じで、知ってる人が聴けば、もう本当に、ね、すぐに、スムース・クリミナルだなんて分かるぐらいにその、ね、曲のキャラクターというか、カラーもすごい出せていて、で、演奏としても成り立っていて、ね、2本の音を出しているだけで、だいぶ広がりというか、なんか雰囲気が変わりますよね。なんかさっきからすごい雷様がご機嫌な上で、すごいゴロゴロ言ってるんですけども、あまり気にしないでください。
まあ、同じような手法で複数のパートを演奏するというのもまた面白いかなと思います。同じくマイケル・ジャクソンでビリー・ジーンという曲があるじゃないですか。ビリー・ジーン。ちょっとやってみると。こんな感じの曲。これだけでも別にいいっちゃいいんですけれども、ちょっと寂しいですよね。なので、和音を混ぜていきます。そうするとどうなるか。まずドラムだけ。で、これにベースを入れて、もうビリージーンらしさは十分出てるんですけども、ちょっと寂しい。なので、これに合わせて和音を入れてあげます。なんかすごい広がった感じがしませんか？ミュートがすごく難しくて、使わない弦は鳴らないように、しっかりとミュートをしてあげるというテクニックが必須になるから、すごい難易度としては難しいんですけれども、出来としてはすごく面白いですよね。こんな感じ。あとは、まあ、練習で乗り越える壁ということでございます。ビリー・ジーン、どうでしょうか。また同じような手法で、スモーク・オン・ザ・ウォーターとか、すごく面白いなと思います。ディープ・パープルの曲ですね。最初にリフだけ持ってきて、まあ、これだけでももちろん何の曲かすごいわかりますし、悪くないです、悪くないです。Not bad です、not bad、not bad。Not bad なんですけども、ちょっと寂しい。ちょっと軽いですよね。では、どうしたらいいかというと、まあ、スラム奏法をとりあえず取り入れて、面白みをまず出す。でも、これでもやっぱりまだ軽い。なんかふわふわした感じになっちゃいますよね。では、どうしたらいいかというと、ベースを混ぜると。幸い、この曲はベースの音、ひたすらソの音を弾いているだけなので、結構楽に実現することができます。やってみましょう。まず、リフ。で、バスドラ混ぜます。で、ベースを入れます。こんな感じのアレンジになるわけでございます。どうですかね、なんか音がこう重なっているのを聴いていくと、だん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 こう豪華になっていくのはすごいわかると思うんですけれども、どうでしょうか。スモーク・オン・ザ・ウォーター。これとまあまた同じような手法で、あえてその音数少ないところからどん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 増やしていくというのもまたありですよね。僕が持っているネタとして、マルーン5の「ハート・トゥ・ブレイズ」という曲があるんですけれども、最初はリフだけ。で、リフにスラム奏法を取り入れて、で、サビの部分では和音とかもガーッと入れて、どんどん豪華にしていくというような手法です。ちょっとやってみます。こんな感じ。
コセスケリホーライハーラチュプリスみたいな感じにやると結構曲として成り立っていると思いませんか。最初はリフだけでね、この寂しい感じですけども、あえてまあそんな感じにすると。でも、この曲は成り立っているけれども、このリフだけで突き切ってしまうと、やっぱサビのところでどうしてもパワー不足になっちゃうんですよね。まあ、これはこれで別にいいんだけれども、ちょっと面白くないと。ノットバットですけども、ちょっと面白くないと。で、どうしたらいいかというと、1、2弦の開放とかも。交えながら弾くと。そうすると。そして、さらにスラム奏法も取り入れると。まあ、こんな感じで、いろいろ広がりが出てくるわけでございます。どうでしょうか。一応、叩く手順としては難しいことはやってないです。左手のミュートをうまく活用した例ということですね。で、その次にまたちょっとご紹介させていただきたいのが、東京事変の修羅場って曲ですかね。普通にコードを弾くだけでもまあ、ね、面白いっちゃ面白いと思うんですよ。例えばそのスピッツのチェリーとかもね、この愛してる。弾いているだけでも全然面白いんですけども、その隙を見ていろいろとね、オブリガードとか単音とかもどん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 盛り込んでいくと、そうするとまたこのアレンジの幅に広がりとかが出てきて、すごく面白いなと思います。もちろん難易度が上がってしまうので、うまくこう、ね、マスターできない段階でやると、バタバタしている印象の演奏になってしまうんですけども、まあ、そこはこう練習でカバーということです。ちょっと話が戻って、その修羅場の方に行きますと、なんだっけ。まあ、こんな感じじゃないですか、普通に弾くと。でも、この曖昧間に単音を入れて、好きあらばこう目立つわけじゃないか。まあ、好きあらば花を添えるわけです。オラ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 って、花くらえ。どんな感じかというと。こんな感じで。そうするとね、普通にコードを弾いているだけではない、また違った面白さみたいなのもね、演奏している方も、聴いている方も出てくるかと思いますので、好きあらば、おぶり、単音を入れるというアレンジもしてみるとすごく面白いなと思います。で、この修羅場、まあ、2ヶ月前ぐらいにちょっと演奏する機会があって、ネタを仕込んでたんですけれども、B メロのパートをやる上でですね、また面白い発見をしました。基本的にこのスラム奏法においては、その通常ビートとしては、やっぱりこのワン、ツー、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 この呪縛からなかなか抜けられないわけなんですよ。まあ、できなくもないけども、なかなか難しいと。でもやっぱり、このやり方次第ではできるんだなと、できるんだなと、すごく思いました。どんな感じかやってみますと。こんな感じ。ちょっと手順を軽くやってみますと、この落とすわけですね、手首だけを。
そのバスドラとかスネアの入れる場所がいろいろ変えられるということでございます、練習次第では。で、またもう一つ発見があって、そのブレイクをするときって結構その美味しい場所だったりとかするんですよ、ブレイク。そのコードとか何も弾かないときってことですね。普通にコードとか弾かなきゃいけないときだと、左手はコードを押さえなければいけないので、当たり前の話ですけれども、コードを押さえなければいけないので、やっぱり自由が利かないと。けど、コードを押さえなくてもいいブレイクの場面になってくると、左手はもうこのパーカッシブの音を出すことに専念できるわけですよね。そうすると、もういろんなリズムが。こんな感じで遊べると。でも、このパーカッシブな遊びをするのはいいんですけれども、そのブレイクからコードに戻るのが結構難しいんですよ。そのブレイクをして、ブレイクをして、左手をうまく使って、そのブレイク中にいろいろパタ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 して、で、コードをボンと持ってくるという、このつなぎがですね、意外と難しいなとずっと思ってたんですが、この手順、これを入れることで、スムーズにつなげられるなということを発見しました。これ、スラム奏法をマスターを志している人はですね、ぜひ覚えておいてください。いろいろとこう遊んでいる中でも、このパカパカをやっている間に、コードの準備をして、頭に持っていって場面展開をすることができると。どうしようかな。もう一つ、ちょっと違う例でやってみますと、椎名林檎さんでまたギブスという曲があるじゃないですか。これもその2月前に演奏する機会があって、まあ、ネタを仕込んでたんですけれども、その最後の Don't you think I… なんだっけ。で、間奏中はこれが目立つようにうまく見るとすると。その後、Don't you think I want to be with you? こんな感じのアレンジをしたわけなんですけれども、何が起こったかといいますと、そのブレイク中ですよね。こんな感じでつくつく入れることで C メジャーセブンスに間に合わせると。ちょっとゆっくり細かくやってみると、一発目にドン。ここまではまあ普通だからよしとして、この3拍目のドスンから、ドンつくタコつくタコつくつくつく。で、その後に、トンツク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 。このツクツクをやってる間に、そのコードを準備すると。トンツクタコツクタコツク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 。その前までその左手を使ってね、このゴーストモーションで忙しいですから、コード準備する暇がないんですけども、トンツクタコツクタコツクツクツクっていう間に、コードを準備すると。こんなアレンジをして、ああ、なかなか面白い手順を思いついたなと自分では思ったんですけれども、いかがでしょうか。まあ、以上になります。私の今回のスラム奏法ネタ発表会は以上でございます。何か参考にできれば、できるところがあればすごく嬉しいんですけれども、どうでしょうか。まあ、正直、結構難易度が高いところも多々ありますので、ね、いきなり全部取り入れるのはきついと思うんですけれども、まあ、皆さん そのスラム奏法を楽しむ上でのヒントとかになったならば、すごく嬉しいなと思います。当たり前ですけれども、その修羅場とかギブスとかに関しては、僕が歌うわけじゃないですからね。歌う女の子がいて、それの伴奏でってことですからね。さすがにその歌いながらとか、ちょっと無理っす。ちょっとそんなできない。そして椎名林檎とか東京事変とか、そんな歌えないって感じですし、もちろん女の子がいた上での話ですからね。そこら辺を勘違いせずに、よろしくお願いします。一応用意しておいたネタを全部やったかな。
まあ、前半の方はそのミュートを極めればスラム奏法はもっと楽しくなるということ、そして上手くなってくればいろんなところにバスドラ、スネアの音を入れることができるので、また楽しくなってくるということ。で、ブレイク中にいろいろ、ね、調子乗ってても、このつくつくをうまく使うことで、場面展開をスムーズに行うことができるよということでございました。参考にできるところがあったら、どんどん盗んで、自分のスラム奏法に取り入れてみてくださいませ。それでは、こんな感じで終わりにしましょうか。うん、特に言い残したことはない。それでは、また次回。さよなら。